これでニンニンコミックアーマーに変身すれば勝てる。ビルドニンニンコミックホームライドウォッチだって。へぇー、ガダマス。じゃん、僕は仮面ライダー忍び。あ、ビルドさんだ。よし、驚かせちゃおーっと。最近暇だな。おいビルド、お前は。俺は仮面ライダーさ。仮面ライダー、見たことない仮面ライダーだな。仮面ライダー忍びだ。仮面ライダー忍び、俺に何か用か。今日はビルドをやっつけてやるのさ。なるほどね、そういうことか。仮面ライダー忍び、勝利の法則は決まった。ビルドアップだ。あははは、そうはさせんぞ。今日はこの辺にしておこう。さらばだ。おい、戦わないのか。せっかく久しぶりにビルドアップしようと思ったの。最悪だ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ビルドさん追いかけてこないよね。ふぅ、わーい、ビルドさん、僕だって気づかなかった。これどこからどう見ても僕だよね。あはは、本当におバカさんなんだから。まあいつものことか。さあお家に帰って仮面ライダー忍びが出たお話見よーっと。仮面ライダー忍び、一体何者なんだ。ビルド、やっぱりビルドだ。暇そうだね。別に暇をしてるわけじゃなくて。どうしたの、何か考え事？あ、さっき仮面ライダー忍びって名乗る奴が現れた。仮面ライダー忍び、知ってる、テレビで見た。未来の仮面ライダーらしいよ。未来？うん、よくわかんないけどね。とりあえず放っておけば。それがそうもいかないんだ。仮面ライダー忍びは俺のことをやっつけるって言ってた。そうなんだ。そうだ、どうしたの。勝利の法則は決まった。ジオ、何、お前が戦うんだ。明日またここで会おう。あの忍びの力が入ってるライドウォッチでもない限り俺は何もできないけどね。うん、ビルド、ジオ、来てくれてありがとう。仮面ライダー忍びに勝つにはジオとビルドの力が必要なんだ。二人の力があれば倒せるかもね。これを使ってくれ。ん、これだ。ライドウォッチは、このライドウォッチはビルドニンニンコミックホームライドウォッチだ。このライドウォッチを使えばジオはニンニンコミックの力を、ビルドの力、そして忍者の力を使えるようになる。これ作ったの、さすがビルド、天才だね。当たり前だろ。これでニンニンコミックアーマーに変身すれば勝てん。さあ実験を始めようか。うん、それじゃあこのライドウォッチを使ってアーマータイム。何これ、変身したか。あ、ビルド、何なんだよこれ。無駄に首が長いし、片方の肩だけ黄色い。もう片方は元々の肩だし、一応時空ドライバーはちゃんとしてるけど、片方腕変だし、足元中途半端だし、こんなんで勝てるのかな。いや、実験失敗だ。ちょっとビルド、やだ、普通に戻りたい。はぁ、あ、落ち着く。このライドウォッチ、見た目はかっこいいんだけどね。仮面ライダージオー、私は仮面ライダー忍びだー。お、ほのかっぽくん、楽しそうだね。え、バレてる。そりゃわかるよ。っていうかこれ何ですか。ビルドニンニンコミックホームライドウォッチだって。そんなの発売になってたんですか。うん、ビルドが作ったの。すごーい、天才物理学者のビルドさん、さすが。よかったらこれあげようか。いいんですか。やった、喜んでくれてよかった。じゃあね。こんなに素敵なものありがとうございます。うわー、かっこいい。ビルドさんのニンニンコミックと仮面ライダー忍びの2つの忍者の力を持った僕、最強。あはははは、わー、かっこいい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てねー。